チャオ、あちゃんです。今日、5月の13日13時20分です。鮮魚市16時半からやねんけどね、3時間あるんで、イオンモールのカルディとニトリをちょっと行きたいんで、まずニトリ行って、でイオンモール、時間があればイオンモールに行って、まああると思うねん。でもニトリであっちに1時間ぐらい行ってるから、片道だいたい2、30分でしょ、20分40分として1時間40分、これでも1時間半あるから、イオン行けると思うんでね、イオンモール行って、でさっきのとりあえずね、時間なかったからニトリで見たいもんだってね、キッチン収納、キッチン収納をちょっと見て、それがね、完璧とまでいかへんけど、ある程度キッチンのね、収納のとこに調味料さえ収納できたら、ある程度キッチンがね、足元が調味料だけじゃね、鍋類がジャーなのよ。収納きっちりしたらなぁと、ちょっと 今ね、お葬式の、看板が上がってて、同級生かな、同級生と同じ名前その人が上がってる、と思って、多分せやと思うんで、名前はっきり、確かそんな名前やったような気がする。同級生のお母ちゃんじゃない、してるけど、喋っていかんとね、放送事故になるんであれだけど、ニトリでね、収納家具をちょっと、家具っていうか、シンク下収納をちょっと揃えて、で、お鍋とかフライパンとかをそこにうまくなら入れられたら、右側がすごく片付け、右側がさ、お鍋とかフライパンとかそういうのが置いてあるから、そこがね、邪魔になってカメラが立たんのね。で、うちは右側に、シンクの右側に棚があるのね。その棚のところに食器乾燥機があったところに食器洗い食洗機があっちゃうのを設置したんや。だからシンクの右側カメラ置かれへんねん、食洗機の蓋開けて蓋にカメラを載せると乗らんことはないんやけど、こうそのさばいた左側にカメラおるから、左側にさばいたものを置けへん。だから右側の食洗機の扉の上にさばいたものを乗せていくからね、そんな感じで動いてんねん。だから食洗機使ってる時は置くとこなかった、いつも置き場に困んねんね。でやっぱりシンクが狭いで、ね、
左側、シンクの左側にカメラ置いてるから、そこカメラがなくなれば、あっちゃんのシンクの右側、右手側からカメラを撮れれば、右、台じゃなくね、食洗機の隣ぐらいに立てられたら、そこに鍋を置いてあるのよ、今フライパン鍋類をそこに置いてあるから、それをシンク下に収納できたら足元片付くね。たらそこがカメラの設置場所になると、この左側のシンクが空いてくるから、そっちにさばいたものを置けるようになってくるね。だからすごく加減がいいな。まず収納から始めやと片付かへんのね。だから収納の棚とかをちょっと買ってきたら、まあ明日からそれを動けば、うん、早い段階でキッチンをね、いい状態で動画撮れれば、もっとね、あっちゃん右利きやから、右側からカメラを映すとかなり見えてくるんよね、いろんなものが。そうしようと思って、すごい遅い車がいてんのか。でもね、トラックとかに引っ張れば30キロでだった。びっくりする。それでも30キロ遅いよね。ここはね、スピードよくやってるから気をつけてくださいね。どういうことや。まあこれぐらいに気候が良くなると警察もようね、嫌なところで怒るんで気をつけましょうね。まあ警察おるから気をつけるんじゃないけどね。
ポカチョも30代よね、社会が。だから、まあ、どっちかと言ったら暑いぐらい、ちょっと汗ばむぐらい気候やねんけどね。まあこれぐらいやったらドライブでね、苦にならんぐらいのドライブよりやけど。雑談っていうのもね、時間もたんです。なんかいい話をしたいね。もうドライブしながらいろんな話をしたいね。ないともったいないしね。だから柏原行くからね。2、30分のドライブになるから。そうか。言霊の話をしたいんだけどね。なんか。それで座ってした方がいいかな。ドライブ雑談見られへんからね。でもまあ見られんでもいいか。そういうね、分かる人だけ分かればいいかっていう感じで話していこうか。見てくれた人だけ、お得感のある動画にしようかということでね、こんな途中からやけどね、ちょっと言霊っていうか言葉の大切さの話をしていこうか。せっかくしもったいないもんね、ドライブね。ということで、言葉ってね、言霊って言って、言葉に魂がこもっているよっていう話で、あっちゃんが「お前が言うな」って言われるけど、あっちゃんも言葉遣いは悪い方です。で、言霊っていうのは言葉遣いが綺麗か汚いかじゃないねん。みんな勘違いしたのが、横山やすしになって「こら割れ」って言うのが言霊で悪いことじゃないねん。で、方言使うことが悪いことじゃない。伝える伝わらないで悪いこといいこと関係ないねん。言霊っていうのは言葉に、どうじゃ言葉に魂がこもってて、じゃあどこ取ってやろう。その言葉を吐くことによって自分の心がどう動くかっていう話。これちょっとすごいね、いい話やと思うね。ネガティブポジティブってよく言うけど、あっちゃんはポジティブに生きた方がいいよ、ネガティブな考え方よりもポジティブに生きた方がいいよってよく言うけど、
ね。じゃあ別にポジティブよりもネガティブがいい時があるとか、ネガティブな方がいいねとか、ポジティブな方が頑張りすぎて気持ち悪いとか、いろんな意見あると思うんだけど、ね、まずね、ほんまはホワイトボード使ってやった方がよかったけど、プラスの言葉を吐く、言霊。マイナスな言葉を吐く、言霊。よく人間、プラスなこと言う人、マイナスな考えの人っていけるやんか。だから、プラスな言霊を吐く人は、何しよう。今月給料が安い。いや、今月なんか、臨時出費があった。お金が少ない。だから、ご飯を節約しないといけない。ね、っていう、シチュエーションがあったとして。そこでポジティブな言葉を吐く人。今月は出費が多かった。うん。だから、節約しないといけないわ。これ、ネガティブな人も一緒。節約しないといけないの？っていうシチュエーションでね。節約するために今月はお肉を控えましょう。いつも、和牛を食べてるけど、安いオージービーフにしましょう。いや、豚肉にしましょう。いや、鶏肉にしましょう。いや、納豆にしましょう。何でもいい。こうやって安く抑えます。で、その時、食べた時に、白米の一口目が美味しい幸せ、ご飯が食べられて幸せ、今月いつもよりも出費が多くて家計大変やけど、そんな家計大変な中でもご飯が食べられた幸せ、納豆と白ご飯美味しいね幸せっていう言霊と、ネガティブって不平不満を言う人、今月お金ないわ、どうしよう、買われへん、安いお肉にしとこうか、硬いわ、こんなんまずいわ、食べられへん、いや、お肉も買われへん、うちの旦那の収益が、旦那が休むから収入減ったやん、うちの会社が、旦那が埋まってんのに会社うだつ上がらへんから給料下がって、今月子供の出費で子供が学校のガラス割ったから支払いじゃん、お金ないねん、どうしたらいいねん、まあ、こんなもんみんな私関係あらへんやん、旦那の収入減ったし子供が悪いのですよ、もう納豆でもええわ食べとき、しょうもない納豆で安いって言いながら食べる、だから不平不満しか言わへん、だから納豆がまずい、ご飯がまずい、ご飯がまずいから家族との関係もギスギスじゃん、あんたが学校でガラス割ってくるからやで、あなたが収益減るからやで、タバコやめてね、もうお酒も今まで毎晩晩酌してるけど3日に1回やで、もう今月お酒飲みなやっていう言葉になって、でもポジティブな人は今月いっぱいあれやからお酒控えましょう、でも1週間我慢したから今日は旦那さんにビールまでよう買わんから発泡酒98円の発泡酒を買ってきたから1週間に1回の晩酌でいいですよね、だ旦那もそういうので、うん、1週間分に飲むアルコールは美味しいよって言ってくれるのかね、で旦那もいや悪いなって家計、ね、大変な時に子供を出費出して、ね、俺も給料安なったけど、でもその中でやりくりしてくれて美味しいご飯作ってくれてありがとうねっていう言葉に変わるかも、上踏まえてたらお前のやりくり悪いからへそくり出せよ、もうちょっとまともなもん作れよっていうスパイラルに陥る、で街中で歩いてても腹立つな、リア充やん、あの子は手つないで歩いてもうムカムカするわ、言いながらと犬のうんこ踏むかもかね、でもなんかお金がなくってもお金がないから今月お金が少ないから
お買い物、車やめて歩いて行こう、スーパーまで歩いて行こう。あ、今田んぼに咲いてるスミレが綺麗だわ。道端にこんなお花が咲いてるんや。車で走ってたわからへんけど、私の住む町結構綺麗やなって変わるかもわからへん。だからポジティブに考えられそうな、全てをポジティブに。シトロエンかっこいい。何やろこれ。ちょっとごめん、C4 の新しいやつかな。かっこいい。そうやってね、プラスに考えてたら、ちょっとした小さな幸せを感じられるようになってくる。ネガティブに来てたら、嫌な方見えてくるんよね。だから例えば、走ってて、ぼーっと車で走ってて、スピード違反捕まっちゃった。ああ、スピード違反捕まった、くっそ。他の奴らがでスピード出してるのに捕まらない。なんで私こんな運悪いんやろ。しょうもない。こんな日に警察、他のとこに降りやがって。なんで私は運悪いわ。っていう人と、ちょっとした私の不注意、注意してくれた。よかった、事故せえへんかって。スピード出てたからね。ぼーっとしてたらスピードいつもより10キロオーバーしてた。危ない危ない、事故せえへんでよかったって思える人。一旦不停止でもね、そう思えるか。ただ単に自分が悪いんじゃなく、警察がおるから悪いねって思う人。そんないろんなね、ことがあったり。車なんか特にせんけど、煽り運転とかようあるやん最近。だから急いどったりして、ちょっと前の車にピュッと割り込んでみた。割り込んだところ、後ろの車の逆輪に触れて煽られた。煽ってこられた。あいつは煽り運転で悪いやつや、じゃなく、ね、その煽られることによって、つか煽られない運転をする余裕。ここ前の車、後ろの車ちょっと入れそうやけど、今行ったらあの人あのスピードやったらブレーキ不満なんから多分起こるかな、もう一台待ってみようっていう余裕が出てくるね。だからそういうプラスな考え方していくと、いろんな方プラスに回っていくんだよね。でマイナスなことばっかりやってる人はマイナスなことのスパイラルだから、コメント欄でも見ててもわかんないけど、キラコメってみんな言ってバカにしたりするけど、ちょっとしたあっちゃんねるにいいことを見つけるのって難しいと思う。でもあっちゃんの料理の工夫してるとか、節約してるとか、いろいろ書いてくれてる人いてる。その人たち毎回やっぱりこうコメントが、なんていうのかな、輝いてる。まあキラコメって言われるのは嫌味を持ってキラコメって言ってるけど、あっちゃんは輝いたキラキラしたコメントだと思う。で嫌味なコメントとかバカにするよ。もうどう、このアホみたいなコメントいっぱいおる。子供でも書かへんような恥ずかしいような暴言書いてあるとるけど、毎回暴言書いとんねん。そんなことしとったら感謝もない。だから、ひどい話、震災の話でも、心配していらんわ。そんなひどい言葉を吐ける。もう見てて悲しくなる。で、そんな、よっぽど実生活苦しいんやろうなって思うね。昔ね、あっちゃんのコメント欄で暴言を吐く、暴言しか吐かへんような、もうアンチみたいなひどい人がおったんね。その人が何のきっかけかわからへんけど、急に謝ってくれて、でその時にちょっとメールで話しとったら、実は、某大きな地震中は災害で避難所生活をしてたんやって。すごいストレス溜まっとってて、でストレスで YouTube 見て癒される動画を見てた。でその動画も、自分がなんでこんな目に遭うねやろって、何も悪いことしてないのに災害に遭って辛い目に遭って、身内がなくなって、身内やな、亡くなって、で、家もなくなって、避難所生活を強いられる状況になって辛かったらしいね。だから
あっちゃんを見た時に、汚い家に住んで汚いもの食べて、で一生懸命や、まあ、それでも一生懸命やってるから癒される反面バカにできる、自分よりひどい人もいてるんやなと思って見てたらしい。でもけなげに一生懸命頑張ってるなって、だからこんな底辺で、だから奥さん亡くして子供を育てて、で心の病で女として生きて、それでも笑いながら動画撮ってるってけなげな人やなって最初は戻ったらしいねんけど、思いながらもバカにしてたらしいね。そのバカにしてたのが加速しだして暴言を吐くようになってきた。ここひどい、キッチン汚い、ああ性交性、なんか女やのに身だしなみがなってない、女やったらキッチン片付けるでしょうって。その人は避難所生活やねんけど、避難所生活で姑さんとか姑さんと一緒に暮らしてたらしいんだけど、避難所で生活してて、その姑さんたちは何もせえへんのに、あなたは何もせえへんとか汚いとかこんなとこで食うって不平不満を言われたらしい。すごい辛かったらしい。でそれをあっちゃんに受け流して、言われた通りキッチンが汚いとか子供がかわいそうとか、震災でねいろんなことになって辛い目に遭うてて、子供がかわいそうって言われても私の責任じゃないってその人は言うね。でもあっちゃんは自分がちゃんと生活してへんから子供がかわいそうやって、だから言いたくなったって、って言ったらしいね。でそれを言ってて、ずっとずっとあっちゃんにアンチコメントしとったらしいんやけども、何かね気づいたんか誰かに言われたんかなんかそこは知らないねんけども、急にねごめんなさいってメールを送って、いろいろそういう、なんでこんなこと待っとんねん、危ない、内情を教えてくれってね、謝ってくれた。でその中に書かれてたのが、やっぱりそういう辛いことをあっちゃんに受け流してしまってごめんなさいって、こんなこと言ったら、言った後心の中が痛かったって、すごく辛かったんやって言った後、余計にストレス解消で言ってるはずやのに余計ストレス溜まったって、もうそれをあっちゃんのなんかの動画で見て、余計に自分が辛いから言って流しても何もならんよって言った動画を見て心打たれたんや言ってくれてね、なんかもう不平不満言うのやめるって、それ言ってくれたし、なんかあっちゃんが言ってたって、この話と同じような話前にもしてないけどね、何回かしてると思うんだけど、アンチコメントをすることによってストレス発散してるつもりがそうじゃなく逆にストレスを溜めてた、気づかせてくれてありがとうって言ってくれた。だからね、アンチコメントすることによってデフレスパイラルが陥るんよね。だからダメな方へダメな方へ行ってしまう。やっぱ言霊って大事で、綺麗な言葉じゃなくポジティブな言葉を吐くことによって人間ポジティブになって明るくなれる。ネガティブな言葉を吐くことによってやっぱり悪いことばっかり起こってくるって、でそれ気づいて謝ってくれて、それからねその人はもう1年ぐらい経つな、1年経つかな、ただかな、去年の夏ぐらいだかな、そう言ってくれた。その人この前に時々メールくれんねん、その人は今幸せですって、舅さんたちの嫌がらせも減ったって、で最近この人は笑顔も増えたし、なんかね舅さんも最近頑張ってるよねって言ってくれるようになったって、泣いて喜んでくれた。なんか言葉って大事ですねって、そういうメールがね数日前に来てた。だからねほんまに言葉って大事やね。だから何のために言葉っていうのがあるかって言ったら、言葉っていうのは人と人とコミュニケーションを取るために言葉っていうのがあんねんね。それでやっぱりなんていうのかな、言葉は人を傷つけるものではない、ナイフ、包丁、出刃包丁、あっちゃん欲しいけど今出刃包丁、刺身包丁、何でもいい包丁を正しく使えば、あんな硬いねお魚の頭をバリバリ割れる、美味しいお料理が作れる。でも間違った使い方をすると人の命を奪ってしまう。言葉も一緒で、言葉は汚いナイフってよく言われるけど、言葉っていうのはいいように使えばすっごく便利で
人とのコミュニケーションを円滑にできるツールやのに、間違った使い方をすると人の心をえぐり取って命まで奪う凶器になってしまうのね。だから正しい使い方をするとやっぱり正しい言葉が返ってくる。でも間違った使い方をするとやっぱり怪我をする。ナイフを持ち手じゃない切れる側を一生懸命握ってみて、手切れるでしょ、ね、言葉もそうやね。使い方間違えると切れるねん、大怪我すんねん、ね、もうここのたい焼きおいしいねん使い方さえ間違わへんならものすごく便利なツールやねん。あ、イオン先行こう。2時でしょ、3時、4時、2時間あるからイオン先行こう。そういうことやねんね。だから言葉を間違わずに使うっていうのがすごく大事なんねってあっちゃんは思います。これまあドライブしながらやからね、うまく話が伝わらないかもわからんけど、今度またまとめてお話するかもわからへん。気づいた人は言葉を考えて喋りましょう、ね、気づかへん人、この動画に当てはまらない人は、まあ、仕方ないとしてもね、言葉って意外とね何も考えやんと発してること多いけども、ものすごく大事やね、自分を良くするためにね。言葉で人を傷つけるつもりが自分を傷つけてる。だから汚いナイフを振りかざすことによって相手を傷つけようと思っても、結局人を殺そうと思ってナイフ振り回して命を奪ったら自分の命まで奪われんねんね。逮捕されて死刑になったりとかね。それと一緒で言葉も使い方を間違えると必ず自分に返ってくる。それが言葉なんよ。だから言霊っていうのはそういうことで、汚い言葉「こらわれ」って言ったりね、そんなこと言ったりとか、うどれしばくぞみたいなこと言ったところで、そんなもんじゃないねん。人を傷つける言葉っていうのはね、そうじゃなく、もっと危険な言葉やねんね。そこを気づかへん人のは、まあ、この世の中が荒んでるって言ったらそうかもわからんけどもね。今日は2回じゃなく1回でいいやん。どっか近く空いてるかな。どこでもいいんだけど、別に上行かへんからね。カルディ行くだけ。カルディとイオンのリカーコーナー行くだけやから、ここでいいんだけど。なんかかっこいいな。開いてた気がせんでもないねんけど、開いてなかったかな。開いてたとこに入れられちゃったわ。置くところがないわ。ここも入れられちゃったわ。 GPS を受信でGPS を受信しました。迷ってる間に置くところがなくなっちゃってるじゃないの。ことは、そういうお題そうだったよ。イオンの駐車場ほんま分からへん。どこでもいいんだけどさ、上行くか。上の方がね、日当たらんでいい。あ、これでいいや。よいしょ。行ってきます。